さすがに第3弦ね。さすがに。もういくらなんでもまあポンポン、ああ、さあ、白髪ありますね。白髪あるので、まあ、チュン誰が掴むかゲームですね、これ。それか、もうこっちでチュン引いてきたらもう大変なことになるんですけど、さあ、まあ、白は出まして、で、初も出るね。うん。初も下茶からあれ出るんで、まあ、チュンの行方がどうかなって感じでね。ああ、まあ出まして。はい、ロシアンルーレット始まりましたよ。あ、でも、まあ、打たないか。ああ、まあ、さすがにチュン打たないか。ああ、まあ、白髪泣かれてますからね。うん。まあ、いくらなんでもね、まあ、ちょっとまあ、止めるかなってとこですね。うん。まあ、テンパイしてたら、まあ、ちょっと難しいところであるけど、ああ、さあ、そのもんね。さあ、そのポンで、さあ、チラ、いいじゃん、ああああ、まあ、イーシャンテンでも打ちましたね。まあ、止めるかなと思ったけど、まあ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 、もう、しゃあない、もう、振ったままはしゃあないですからね。で、いいですね。まあ、王座の間なんでね。はい、こちらの王座の間なんで、王座の間ってのは一番上の卓なんですけど、はい、レベル一番上の卓なんで、まあ、そんな無理はしないとは思いますけどね。さあ、まあ、もう、手なりやね、もう、だから、くっつきテンパイね。うん、だから、両層周りにくっつくか、まあ、老層周りにくっつくか。もう、それしかないでしょ、もう。もうさすがにそれしかないでしょ。ああ、さあ、チーピン、さあ、缶入りまして。チーピン缶か。チーピンね、ほん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 、なるほど。チーピン缶しまして、さあ、そして、乗ってないね。乗ってないけど、まあ一応、受けとしては、まあパーソンもあるんで、まあまあまあいいかなって感じですね。うん。さあ、で、どうしよっかなってとこやね。うん、どうしよっか。まあ、とりあえず、想像にくっつかない。ああ、さあ、くっついて、まあいいですね。いいとこ引いて、まあ、ウッパソリーチと。うん、いいですね。うん、これで、リーチ、ドラドラ？リーチ、ドラドラ？リーチ、ドラドラしかない？これもしかして。ちょっと待って。なんか、リーチ、ドラドラしかない？さあ、そしてなんか、下茶がね、下茶がちょっと止めてますね、結構ね。うん。で、神茶強いよ。神茶がピンズにね、染まりそうではあるけど、まあでも、パービーが切ってるんで、まああれか。まあ、ローソーだけちょっとやばいなーって感じだね。ローソー打ちたくないなーって感じで、ちょっと回っていると。うん、それで、ああ、さあ、積もって、さあ、積もった。まあ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 、リーチ積も、まあ、リーチ積も、あ、リーチもドラさんか。まあ、ドラ積もってますから、まあでも、全然ずら、あ、俺 8! ちゃんと13杯やね。うん。10種10杯はまあ行くかな。まあさすがにね、10種あるとね。まあ行きたい。ああ、じゃあじゃあじゃあいい。はい、キューピン行きまして。キューピン、ああ、さあそのポンで、そのポンで、そのポンで、その初のポンで、スッ、ああ、さあと聞いて。その初のポンで歪んで、歪んで、いいピンが欲しい、欲しい。はい、欲しい。ああ、で、トイメが責任払え。かわいそう。何の責任も持ってないのに。何も悪いことしてないのに。やっぱりね、そういうね、初のポンとかすると歪んで13面入っちゃうんですよね。王座の間ですね。うん、王座の間って一番上の卓なんで、まあ、そんなに無理はしないとは思うんですけど、まあ、染めれそうかな、みたいな。まあ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 。まあ、でもそんな無理はしないとは思いますけどね。うん。さあ、まあまあ、ウッパソーね。やっぱりね、これ、安直に染めないっていうね。ちゃんとウッパソーの引きも見て、ああ、まあでもこれは染めないか？いや、リーチのみかな、これね。うん。まあまあまあ。リーチのミッシュ、ああ、さあ、リーチ入って、ちょっとこれきついか？うん、まあ一旦チューンね、現物で。まあ、そうですね。ああ、さあ、トイメンがちょっとウーソー切ったこと、ああ、トイメンもテンパってるね。トイメンも貫禄ピンでテンパしている。さあ、テンパでも、ああ、さあ、まあ、ウーピン切って、さあ、チーピン短期になった。で、こっちがさあ、リャンピン引いて、さあ、ウーソー通せた。まあ、あとは一寸層がね、まあ、通るかどうかですけど、まあ、あとは何を引くか。ああ、さあ、ウーピン引いて、ああ、勝負して。さあ、まあ、でも、チーピンがね、残り2枚しかないんでね、まあ、さすがにそんなうまいこと入るか、まあ、入らないかなとは思うんですけど、スッと、ああ、入らない。さあ、入らない。まあまあね、まあ、普通にね、まあ、かみちゃん、ああ、さあ、あ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 あ、テンパイ。ああ、まあまあまあ、そりゃそうだな、まあ。ああ、光栄度数。純正中連直撃して光栄度数はもう完全に煽ってるから、もう、ターチャーぶち切れちゃうからね。はい、金の間というわけでね、まあ、それでまあでも、ツボドライチしかないか。ちょっとまあ、定法なんですけどね。うん、まあまあ、ツモドライチしかないんで、まあちょっと芸術点はまあ低めですかね。うん、普通の手ですかね。めちゃめちゃ普通やね、これ。まあ、もうなんなら、もうなんならもう面単品みたいなね。うん、まあ、そうはね、スーワンコー、まあ、きついね。まあ、あまりにも普通すぎてどうしようかな、みたいなとこあるんですけど、まあ、どう考えても満貫ですよね。さあ、ポン。カミチャポンで、まあ、カミチャ強いですね。うん。普通に、まあ、チュンも泣けるし、まあ、あとはね、スーピン入ったら嬉しいなって感じだね。さあ、缶入って、さあ、チーソー缶入って。まあ、チーソー、まあ、割とね、まあまあ、そこそこ、ローソーの引きとかもあったからね、まあ、使えるっちゃ使いましたけどね。さあ、それで今ミスっている。で、あ、なんか、下茶も強いね。なんか、下茶の形も結構強いんですけど、さあ、いいじゃんって。まあ、リーチドラ、まあ、今までリーチドラドラですよね。
まあ、リーチドラドラしかないですけどね。まあ、ああ、さ、ローソー、ローソー切った。ああ、でもそうか、自分でチーソー切った。自分でチーソー管してるから、ローソー、使いにくいんや。さあ、それ、そのポンで、さあ、そのポンで、さあ、入って、ああ、さあ、テンパイ。リーチドラドラしかないけどね。リーチドラ、ああ、どうさあ、ああ、あ、リーチドラドラしかなかったけど、一発赤がついて、さあ、500、さあ、裏8! ああ、でもね、その赤で調整してくるタイプね。手は速そうですが、おいスーピン、スーピンから行った時は何の間か確認、銀の間、なるほど。まあ、ちょっとね。まあ、進めたい気持ちはわかるけどね。まあ、気持ちはわかる。気持ちはわかるけど、まあ、何ぐらいでもいいのかな。ああ、さあ、もうパーペンも問いつも切る。さあ、問いつもでも切っていきます。いらないよ。いらないからね。そんなものは必要ないと。別に染めたらいいんでしょと。さあ、9層はポンで3層。3層3層結構使うけどね。さあ、噛んで。それ、ああ、さあ、でも、まあ、地図を引いて。まあ、一応ね。まあ、大丈夫。問いならまあ、関係なくなっていってる感じではありますね。まあどうでしょうかね。まあただ、まあ今のところも、ああ、さあ、一応テンパイ、ああ、さあ、テンパイ取らないテンパイ取らない、テンパイ取った方がいいかもな、まあ。ああ、さあ、さあ、三冠図、さあ、無理やりなんか三冠図なって。さあ、チーズをポンで、チーズをポンで、テンパイ白短期。さあ、ああ、でも全員持てる、全員持てる。いや、ただちょっとなんか、神茶から出そう。明らかに神茶が出しそうな気配がプンプンしている。さまあでもね、チーソー引かなかった。ああ、引いてさあ、やばい、ちょっと神茶間に合ってない。神茶止めるか、さすがに止めるか、数回使って、ああいや、止めないんですよね。まあちょっと数貫使確定なんですけどね。だいぶ白危ないんですけど、まあ止めなかったね。ユイソーいけそうですけど、いや、スーピンウーピン打つかって話よね。いや、まあ、いや、玉の前からね、これね、玉の前ね。玉の前なんで、スーピンウーピン打つ、って、まあ、普通に強いからな。あー、強いな。強いな。スーピンウーピン見たくないまであるね、もうもはや。さあ、スーピン打ちましたね。スーピンって一応、リュウイソーと天秤、リュウイソーとスーアンコの天秤って感じかな。ああ、これで、ああ、ウーピンって。リュウイソーとスーアンコの天秤だったんですけど、さあ、そして、カミちゃんテンパイ、さあ、リーチで、ああ、テンパイ。いや、リーチでもいいと思うけどね、9万チーズ、ああ、早リュウイソー。いや、リーチしてたらね、何か変わったかもしれないけど、なんかリュウイソーが早かったね。金のマージョン、ちゃんとついてる。ちゃんと3色ついてるんやけど、これさ、あ、おい、いや、強すぎる。何これ、チーフこれ、ほんまに。さすがにそのちゃんと3色は強すぎやろ。